チェスネキー・ジュラは第二次世界大戦中のイタリア王国の傀儡政権ピンドス公国、マケドニア公国の名目的な君主。ハンガリー王国の名門貴族、チェスネキー家の当主であり、チェスネキー伯爵、ミルバニー男爵、初代バコニ伯。多彩な人物で詩人かつ翻訳家で冒険家でもあった。もともとはカトリックの司祭を目指していたが、軍人を志すようになった。 イタリアの士官学校に通い、ピオンビーの校、バルダッサーレ・ボンコンパーニの援助を受けた。この間に、イタリア文学に端歴し、ガブリエレ・ダンヌンツヨの詩をハンガリー語に翻訳するなどしている。1940年のウィーン最低後には、予備役の参謀将校として、トランシルバニアに進駐し、セッショホルティ・ミクローシュよりビテーズ・ミルバニの称号を贈られた。 1941年には、クロアチア独立国のトミスラブ2世よりバコ2泊の称号を受けた。1943年に、イタリアが建設したピントス公国の摂政となり、その後成立したマケドニア公国では、太公ユリウス1世として国家元首に就任したが、どちらの場合も実権を保持していなかった。さらに1943年9月にはイタリアが、 連合国に降伏したため、ナチスドイツの手によって、バルカン半島は占領された。チェスネキーは、強制退位させられ、ハンガリーに帰国した。ニー・チェスネキー・ミハーイが、ミカエール一世として即位するよう求められたが拒否し、広告自体が消滅した。チェスネキーは反ナチス主義者であり、ユダヤ人の親族もいたため、ゲシュタポに追われることになった。その一方、ブタペストでは、 ナチスの迫害からユダヤ人の救出をしたため、戦後にはイスラエルより諸国民の中の正義の人の称号を送られた。戦後、チェスネキーはハンガリー共産政権から逃れるため、同様に傀儡君主であったトミスラブ2世と共にアルゼンチンに亡命した。チェスネキーはブラジルで生存していたと見られており、1970年に死亡した。ありがとうございます。